猿とカニの交換風景し猿ニ合戦は日本の民話の一つ。ずる賢い猿がニを騙して殺害し、殺されたカニの子供たちに仕返しされるという話である。地域や時代によって、猿とカニ昔、猿ニ話などの別名もある。カニがおにぎりを持って歩いていると、ずる賢い猿が拾った柿の種と交換しようと言ってきた。カニは最初は、 嫌がったが、おにぎりは食べてしまえばそれっきりだが、柿の種を植えれば成長して、柿がたくさんなりずっと得すると猿が言ったので、カニはおにぎりと柿の種を交換した。カニは早速家に帰って、早く芽を出せ柿の種、出さなきゃハサミでちょんぎるぞと歌いながら、その種を植えた。種が成長して柿がたくさんなると、そこへやってきた猿は、 木に登れないカニの代わりに自分が取ってやるという。しかし、猿は木に登ったまま自分ばかりが柿の実を食べ、カニが催促すると、まだ熟していない、青く硬い柿の実をカニに投げつけた。カニは、そのショックで子供を産むと死んでしまった。カンカンに怒った小ガニたちは、親の敵を撃つために、猿の意地悪に困っていた栗と薄と蜂,と蜂と牛糞を家に呼び寄せて、敵討ちを計画する。 猿の留守中に家へ忍び寄り、栗は色織の中に隠れ、蜂は水桶の中に隠れ、牛糞は土間に隠れ、ウスは屋根に隠れた。そして猿が家に戻ってきて、色織で体を温めようとすると、熱々に焼けた栗が体当たりをして、猿は火傷を負い、急いで水で冷やそうと水桶に近づくと、今度は蜂に刺され、びっくりして家から逃げようとした際に、 出入り口で待っていた牛の糞に滑り転倒する。最後に、屋根から落ちてきた薄に潰されて、猿は死に、小ガニたちは見事に親の敵を撃った。題名や内容には、時代や地域による変化が見られる。昭和末期以降には、カニや猿は死なずに、大怪我で済み、仇打ちされ反省した猿がカニたちに誤り意地悪を、止めると解釈された者が多く出回った。あらすじは同様だが、 題名や登場するキャラクター、細部の内容などに差がある話が各地に伝わっている。例えば、関西地域では油が登場する。1887年の教科書に掲載された、猿かに、合戦では栗ではなく卵が登場し、爆発することで猿を攻撃するほか、牛糞の代わりに昆布が仲間に加わって猿を滑り、転ばせる役割を果たしている。他にも、 蜂の代わりに針が登場する地方もある。近代日本の小説家である、芥川龍之介は、小ガニたちが、親の敵として猿を撃った後、逮捕されて死刑に処せられるという短編小説、猿谷合戦を書いた。近年の派生作品としては、パスティーシュを得意とする作家の清水洋則が、柴良太郎の文体を真似た、猿ニ合戦のパロディ小説、猿谷の符を表し、 丸や最一の文体を真似たパロディ評論、サルガニ合戦とは何か、も発表されている。漫画家の吉田戦車は、中国の少数民族に伝わる、同様の説は、ひよこのあだうちと、サルガニ合戦をヒントにした、作品、武教サルカニ、合戦を描いた。サルとカニとカキが登場する別の話として、サルの尻から毛がなくなり、カニの爪には、 毛が生えるようになったことの由来話がある。この話では木に登りかけを独り占めする猿に向かって、カニが柿の籠は枝にかけると良いんだがとわざと聞こえるようにつぶやく。それを真に受けた猿が枝に籠をかけると柿の枝は折れやすいので籠は落ちてしまう。カニは素早く籠を抱えて穴に潜り込み、猿が柿をくれと言うと入っておいでと取り合わない。 怒った猿は、では、穴に糞をひり込んでやると穴に尻を近づけ、慌てたカニは爪で猿の尻を挟んだ。それ以来、猿の尻は真っ赤で毛がなく、カニの爪には毛がつくようになったとするもの。同類輪には、猿カニ持ち競争や、猿と引きの持ち泥棒、猿の野党、カニのあだち、孫のあだちなどがある。また、あだち型の説話は、中国、韓国、モンゴル、 アイヌにも見られ、食物をめぐる葛藤話である前半部は、もともと持ち争いだったものが柿へ変化し、新しい後半話へと接続されたとも考えられている。アダウチ型の説話は、ヨーロッパでもグリム童話のブレーメンの音楽体系の昔話があり、卵、針、糞ウスなどが旅先で知り合い、老婆の家に侵入して、老石を働くという筋書きなどのほか、 インドネシアのセラン島などにも類似の展開となる昔話が見られるという、ありがとうございます。